はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画では、まあ、とあるね、この中国人がね、まあ、こんなこと言っておりまして、なぜ日本の産業は世界最高の技術を持ちながら、世界中から見放されてしまったのか、だそうです。いや、見放されちった。まあなんかね、この中国の人がね、なぜ日本の産業は世界最高の技術を持ちながら世界から見放されてしまったのかと、過去20年間、日本は液晶、太陽電池、半導体、携帯電話、電気自動車など、ほぼ全ての主要産業で技術的なリーダーシップを取り、世界初の快挙を成し遂げ続けていたと。しかし技術をリードしてきた日本は、グローバルな産業競争において、発言権を失い続ける呪いにかかっているかのようだって言ってるんですよね。で、舞台裏で、一体何が起きてるのかと、中国企業にはどのような影響があるのかと、1990年代、日本は世界の液晶パネル業界をほぼ独占していた、東芝シャープなど、手持ちの特許は、他の全ての国の合計よりもはるかに多かった。しかし中国や、まあ、半島のあの国の企業が、必死に追い上げているためそっか、知らねえのかまあいいか。現在では日本企業はほとんど撤退している。日本は昔から、ある産業を選び、その技術を食い潰すのが嫌いなのだと。そのため最初から競合他社に差をつけられるというメリットがある。日本人は、細かいことにこだわりがあり、時には気が狂いそうになるほどである。例えば日本の消しゴムには角消しというものがあり、これは犬の歯が交差するような形の角で構成されていて、角を使って文字を消す感覚が味わえるという。ああ、なんかどっかで見たことあるな。このような細部へのこだわりが常に日本人が産業発展の初期に多くの特許を取得し、技術的な壁を素早く築き上げることを可能にしてきたのである。しかしこの技術的な優位性は逆に負担になることもあるのだって言ってるんですよね。これで終わり？なんか言いっぱなし、投げっぱなしジャーマンみたいな感じな気がするんですけども。で、まあこういうのを、まあ結構こういう感じのね、なんていうのかな、日本のマスコミが書く、いわゆるこの日本下げ、ね、どっかとある別の半島のあの国を上げるとか、そういうテイストのとはまたちょっと違うんですけども、まあ、例えばこれを見た一般のこの中国の人たちなんかは、なんていうのかな、潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたかわかるものだとかね。なんかもっともらしいこと言ってるんですけど。これ自己紹介かな。で、トヨタは電池の特許を最も多く持つ自動車会社だとか、で、それに対してノキアは携帯に関する特許を最も多く持ってたけど、落ちぶれたぞとか、あと、まあ、なんだろう、これ多分ね、この中国の人たちのコメントは、意外に冷静なコメントが多分多いと思うんですよね。まあ、とある半島のあの国の人たちとは、こういうところがよく違うっていうのは結構昔から言われてるんですけども、まあ、なんで未だにこの純電気時代にこだわっているのか、純電池の良さが理解できない。水素エネルギーの方がいいと思わないのか。リチウム電池は冬に弱いから、ナトリウムイオン電池に変更する必要があることは分かっていた。水素エネルギーは最後の到達点だ。日本は数十年先を行っているとか、あと別の人はこの根本的な問題は日本の国内市場が小さすぎること、小さすぎるんだ日本の国内市場だけに頼っていること、日本企業の自主的自律的な産業発展戦略を支えるには十分ではないことだ、グローバル市場で優位に達したい日本の大企業は海外市場の産業政策に屈するしかない、自主的自律的な技術革新を伴う自主的自律的な、この人は何、自主的自律的が好きなフレーズなのかな、産業発展戦略を支える資格があるのは国内市場が十分に大きく海外進出も可能な中国とアメリカだけなのだって言ってるんですよね。まあだから要はこの市場が大きいから強いんだと、人口が大きい多いから強いんだってことが多分この人は言いたいんでしょ。まあ一理ありますけど、まあいいや。で、まあ例えば次の人なんかは、そもそもなぜ、日本が小日本と呼ばれるかというと新技術の商業化を支援するには小さすぎるし、市場能力も限られるし、野心も大きすぎるからだ。何を言いたいんだろう
あとこの人口動態の要因、それは必要条件でしかない、産業や経済の競争力は人口という要素だけでなく多くの条件が必要だ、インドは人口が多く成長する可能性を秘めているけど他の条件が揃わないと難しいのも事実だとか、正しいねとか、欧米や日本のサービス産業国の産業発展計画はローエンドの後進国産業を下流国に移転することであり、中国はその最初の移転先だった。しかしアメリカが優秀な人材を要し、ネットで世界をリードすることに成功したのに対して日本は中国市場への溶け込みがうまくいかないまま中国にやってきた、つまり日本の間違いは中国市場に深く突っ込み、中国市場の消費力によって自ら変化革新することではなく中国市場を供給基地として利用しようとしたことだよ。なるほど。で、次の人が、第1点は日本の市場が小さすぎて、海外市場に頼らざるを得ないこと、十分なメリットがなければ自国市場に参入させてもらえないこと、第2点は日本の人件費は高すぎて自国産業発展のために他国の人材を利用しなければならないこと、またメリットがなければ他国は相手にしてくれないことだ。あ、一人で食べたい、肉食べたい、スープもあげられないなんて、子供と誰が遊んでくれるのかということだな、だって。で、狭い空間と貧しい生産によって大和民族は優秀で、質素の習慣を身につけた一方、広大な都市で豊かな生産により中国民族は大きく実利的だから、中国と日本が連合し、東亜連盟を形成することは将来の国家の発展にとって重要な傾向である。全然嫌ですね。はい、3、はい、断る。たまにこういうなんかよくわかんないこと言う人結構いますよね。たまにじゃないな、じゃあ。日本はいつも間違った技術に迷走したがる、世界第二次大戦では、海軍は空母の時代に入り、日本も空母を使って真珠湾奇襲の成功を味わったが、やはり戦艦に力を入れ、大和を建造するための資源で空母を数隻建造できたのにとか、一方では投資すればするほど手放すのが難しくなる、他方では強すぎると誰も相手にしてくれなくなる。あとはこの日本は人口が少なく、国土が狭く市場も小さいので技術を開放しないと死んでしまう。逆に中国は技術を開放する必要はなく大きな人口と大きな市場、そして資源に恵まれた広い国土を持っている。だから中国は、コア技術をしっかりと自分の手中に収めておかなければならない。なんかあるんですかね。で、まずほとんどの人が特許について間違った理解をしている。第2に日本のローカル市場が小さすぎて産業規模に達していない。第3に中国の発展が早すぎて日本や半島、ヨーロッパの中堅産業に与える影響が大きすぎる。この3つが日本衰退の原因だろうとか、技術的に絶対的な優位性が形成されると部外者の参入は難しくなり、その後は自然と閉鎖的になっていく、プラズマのように。あとは2000年頃、神の存在のような日本の電子製品は不必要な機能をふんだんに盛り込んでコスパを求める市場から消えていった。そのクオリティは本当に小日本の究極の技だったと思うとか、まあこれ他にもまだうんぬんかんぬんね、あとずーっと延々続いてるんですけども、なんだろうな、そんな難しいことじゃなかったと思うんですよね。例えばそうだな、ちょっと乱暴な言い方かもしれないですけども、まあ安易な技術移転はね、自殺行為だったっていう、これ日本側から見たらですよね。だからこれなんだろう、さっきのあの中古車両の時もちょっと言ったかな、結局良かれと思ってやったことがね、あざで返されるって結構ね、昔からあるしね、もう年々このなんだろう、目に余るようになってきて、今じゃもうなんかね、もうなんか性善説は捨てようぜって言われて随分経つぐらいでしょ。で、あとはまあ、これもね、ちょっとなんか、あの人たちのせいばっかりにするのもちょっと卑怯な物言いかもしれないですけども、いわゆる団塊の世代の経営者たちに無能が多すぎたっていう、そこかな。まあ、この二つは繋がってると思いますけども。まあ、それだけじゃないですけどね。例えば、そうだな。まあ、海外に出た結果、ね、貿易摩擦でバッシングされたから、ね、迂回させる目的でアジアに、まあ一応アジアにって言うときますけど、まあ工場を建てたっていう、そういう現実もありましたよね。まあ、全部とは言わないですけど、まあまあ冷静に分析している人たちが多かったような気はするんですけども。でもね、正直ね、言わせていただくと、あんたらに言われたくないよね。
散々日本からぶんどったりさ、ね、うん、まあ一応その技術移転とか、まあ供与っていう形ですけども、ね、うん、いや、この日本からこのパクってったもん、ね、盗んでったもん、ね、それでこの回せるようになったこと、ね、たくさんあるわけじゃないですか、大陸にだって。うん、その人たちにね、偉そうに言われたくはないですよね。ただ言われるようなことをやってきちゃった日本側のね、うん、事実もありますんで、うん。まあこの技術移転ですけどもね、まあなんだろうな、どっちかっていうとほら、例えばアメリカとか欧州なんかのこのね、うん、この突き抜けてくるとこのぶったたきに来る、ね、そういうこの制裁ですか、ね、日本いじめ、嫌がらせをこのかわすためのこの建前っていうね、そういう側面もあったと思うんですよ、うん、ただそれらもこの過渡期っていうのかな、でそういうことがあったっていうもう過去のねデータでしかないんでね、だから結局のところこのなんていうのかな、その極限領域っていうんですかね、この製造能力ですか、なんだかんだ日本はこのトップレベル維持し続けてきているじゃないですか。だからあとはなんていうかな、このさっきもちょっと言いましたが、もうちょっとなんかこの経営陣っていうのかな、上の方、経営者層にさ、その将来を見通せる人がこのいてくれればいいんですけどもね、うん、すぐなんかこう、やっぱりなんだろうな、しょうがないのかな、うん、まあなんか老害っていう一言で片付けちゃうのはちょっとなんか違うような気もするんですけども、まあちょっとまだこの辺がしばらくは時間がかかるんじゃないかなっていう、まだまだなんか我々一般の日本国民からすると、え、なんでこのタイミングで その国のその人たちと、えっていうのはまだまだしばらくは続くような気がするんだよな。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。